現在チーム OPS が6兆度でリーグ5位、チーム打率も2割2分8厘でリーグ5位と極度の打撃不振に苦しむジャイアンツ。昨シーズンは12球団で唯一チーム OPS が7を超えていましたが、今シーズンは現時点ではありますが1以上もチーム OPS が下がっています。不調の選手たちが復調するなど上がり目も残されていると思いますが、現状2軍でも活躍している選手はいなく、現有戦力でこのまま戦っていくのは厳しいと言わざるを得ません。新外国人選手の補強もあると思いますが、今回の動画では他球団で2軍で成績を残していながら1軍ではあまり出番のない選手たちに注目し、トレード獲得候補として紹介していきたいと思います。今シーズンのジャイアンツのポジション別の打撃成績を見ていくと、補強ポイントとしては外野手と坂本選手の休養日などに起用できる控え内野手になってくると思います。交流戦での指名打者を考えても、今のうちにトレードなどの補強には動く必要があると思います。トレードでの獲得候補とともに、ジャイアンツからのトレード要因になりそうな選手も見ていきたいと思います。このチャンネルはジャイアンツを応援する方々に向けた、ジャイアンツを応援するチャンネルです。週に1試合のペースで同時視聴ライブ配信を始めました。コメントで会話しながら一緒にジャイアンツの試合を見て楽しみましょう。ぜひ遊びに来てください。ライブ配信をしないときは試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。コメント欄で視聴者の皆様と感想戦を行っているのでぜひご覧ください。まず獲得候補として挙げたい選手は日本ハムの今川選手です。今川選手は今シーズンで4年目の27歳、右投げ右打ちの外野手です。今シーズンのファームでの成績は、打率3割3分8厘、ホームラン3本、OPS は9を超える好成績で、同じイースタンリーグで戦うジャイアンツの2軍選手の誰よりも高い打撃成績を残しています。ファームでこれだけの好成績を残しておきながら、ここまで1軍ではほとんど出場機会がなく、先日にようやく今シーズン初めての1軍登録となっています。日本ハムの外野陣はチームの核である松本選手と万波選手が2つのポジションを埋めていて、残りの1つの枠に本来は内野手である野村選手や清宮選手が起用されていました。今川選手よりも若いそれらの選手を優先的に起用する日本ハムの方針もあると思いますが、ファームとはいえこれだけの成績を残している今川選手を起用しないのであればトレードで放出してくれる可能性もあると思います。交換要員の問題は当然ありますが、今川選手を獲得できれば今のジャイアンツにとっては大きな戦力となりそうです。外野の守備に関してはこれまで1軍では3つのポジション全てについていて、センターではマイナスの守備指標になっていますが、両翼での起用であれば大きなマイナスにはなっていなく、打撃で十分プラスに持っていける力のある選手だと思います。三振が多くフォアボールを選べないタイプでもありますが、トレードでの獲得候補としては魅力的な選手です。続いて獲得候補として名前を挙げたいのは同じく日本ハムのスティーブンソン選手です。スティーブンソン選手は今シーズンから日本ハムに入団した新外国人選手で、左投げ左打ちの外野手、今年で30歳になる選手です。1軍では11試合の出場で34打数4安打と結果が出なく2軍降格となりましたが、イースタンリーグでは33打数15安打、三振が2つでフォアボールは5つとだんだん日本の野球に適応してきています。2軍での15安打のうち14安打が単打と長打力不足という面があるかもしれませんが、昨シーズンのアメリカマイナーでの成績では106試合の出場で16本のホームラン、23本の二塁打を放っており、決して長打力がないバッターというわけではありません。前述したように日本ハムの外野陣はある程度選手が揃っていて、外国人枠に関してもスティーブンソン選手以外に支配下で6名の選手を抱えています。スティーブンソン選手が余剰戦力と考えられていると思いますし、1億1000万円という年俸の今シーズンの残り分を負担するということであれば、交換要員もそこまで必要はなく、無償トレードでの獲得も可能ではないかという気もします。
今から新たな外国人選手を連れてくるよりかは、ある程度日本の環境に慣れたスティーブンソン選手を獲得することは選択肢に入ってきてもいいと感じます。続いてトレード獲得候補として名前を挙げるのは中日の福永選手です。福永選手は今シーズンで2年目の選手ですが、大卒で社会人も経験しており、今年で28歳になる選手です。福永選手は現在中日でも1軍の戦力になっていて、先日までのジャイアンツとの対戦でも3番を打つなど3連戦で2試合にスタメン出場し、まだ2年目の選手ということを考えてもトレードでの放出はあまり現実的ではないですが、可能性が全くのゼロではないと思うので名前を挙げさせてもらいます。福永選手は1軍ではここまで10試合の出場で17打数4安打となっていますが、ウエスタンリーグでは26試合に出場して打率3割3分3厘、ホームラン3本、OPS は9を超える好成績を残しています。セカンドとサードを守ることができ、ジャイアンツ戦ではミスもありましたが、最近はレフトでの出場もしています。ポジション的には内野の控えとレフトもできるということで、ジャイアンツの補強ポイントには合致する選手で、打撃に期待のできる選手です。同一リーグということもありますし、ジャイアンツとトレードの可能性は極めて低いとは思いますが、もし獲得できれば大きな戦力になってくれそうです。中日には2軍で好成績を残しながら1軍で起用されない選手がいて、トレード獲得候補とは言えないですが、紹介だけさせてもらいます。ビシエド選手は現在まで1軍に呼ばれることはありませんが、ウエスタンリーグで打率3割以上、ホームランも3本で OPS は9を超えるかなりの好成績を残しています。なぜこの成績で1軍に呼ばれないのか不思議ではありますが、戦力構想から外れているのでしょうか。今シーズンの年俸が約5億円と高額で、ファーストしか守れないということを考えても、ジャイアンツが獲得に動く可能性はほぼなさそうですが、この2軍成績で1軍起用がされないことは敵チームながら不思議です。続いてトレード獲得候補として名前を挙げるのはソフトバンクの柳町選手です。柳町選手は慶応大学出身の大卒5年目の27歳、右投げ左打ちの外野手です。2022年から2年連続で100試合以上に出場し、2年連続で80安打以上を放っていますが、今シーズンはソフトバンクの分厚い選手層にも阻まれて1軍出場はなしとなっています。プロ通算でのホームランは1本と長打力のあるタイプではありませんが、フォアボールはリーグ平均以上に選ぶことができ、出塁率は2年連続で3割5分以上と、ジャイアンツだと今すぐに1番を打ってほしい選手です。今シーズンもウエスタンリーグでは3割4分9厘とハイアベレージを残していて、出塁率は4割を超え、13個の三振に対して15個のフォアボールを選ぶ優秀な成績を残しています。ジャイアンツからソフトバンクに対してトレード要因になり得る選手がいないという問題はありますが、柳町選手がソフトバンクで1軍で起用されないのであれば、ジャイアンツで今すぐにレギュラーを務めてもらいたいです。逆にジャイアンツから他球団に対するトレード要因になりそうな選手はこの5名くらいでしょうか。今村選手は今シーズン1軍でも2試合に登板してパーフェクト投球、これまでの実績もそれなりにある選手で、投手が足りていない球団に対しては価値のある選手になりそうです。畠選手も昨シーズンは故障で1軍出場はありませんでしたが、通算では100試合以上に登板し、防御率は3点台前半とそこそこの実績があります。直江選手は実績はそれほどありませんが、今シーズンで24歳という若さと先発投手として育っていく可能性のある選手で、ジャイアンツでは出番の限られそうな選手になります。野手だと交換要因は厳しく、トレードがあるとしても投手を放出して野手を獲得するようなトレードになると思います。実際にトレードがあるかは分かりませんが、このままの打線では相当厳しいので、トレードでも何でもいいので球団には補強に動いてもらいたいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。